なぜ 100% 勝てるかって自動で相場分析してくれるんで、確実なところでしかねエントリーをしないからなんです。はい、どうもバイナリー投資塾の陽介です。今回はですね、緊急事態発生、無職の初心者が1週間で550万円稼ぎ出し、完全自由のストレスフリーを手にした人生逆転ツールを完全無料でプレゼントします。緊急事態って何？大丈夫なの？って思いますよね。何か機会がね加わったりするわけじゃないんで、そこは安心してください。先日ね、僕の元にこういったメッセージが届きました。就職が困難な中、僕のね動画を見つけてバイナリーを始めたそうなんです。初心者っていうこともありましたけど、かなりやる気をね感じられた方だったんで、検証も兼ねて今回の方を伝授しました。その結果がこちら。たった1週間でこれだけのね結果を叩き出すことに成功したんです。つい最近ねバイナリーを知った初心者でもこれだけ稼ぎを出すことができてるんでね、再現性に関しては申し訳ありません。ですが本題はここから。こちらをご覧ください。収益報告をもらった4日後くらいかな、この方の身内からね連絡があって、稼ぎすぎたがゆえに人格がね変わってしまって、しまいには警察沙汰になってしまったそうです。稼げた報告をねもらえるのは僕としては嬉しいです。ただ他人ね迷惑をかけるようなことになるなら投資はやらないでください。ここはね本当に約束してほしいです。そのぐらい稼げるツールをね今回あなたに完全無料でプレゼントするんで、検証者のようにね誰でも稼げる側面、反面教師にねしてほしい側面もあるんで、それをねよく頭に入れてこの動画をね最後まで見るようにしてください。僕と一緒にねハイローで荒稼ぎしちゃいましょう。それではね授業に入っていく前に、今なら右上のカードから即 LINE 登録可能。 LINE 登録者に期間限定で超初心者でも即上級者になれる総額100万円の極秘教科書を完全無料でプレゼントします。現在127名全員が即日180万超えを記録。この期間が終了すると有料になってしまいますので絶対に逃さないようにしてください。そして今すぐ稼いで即日現金化を希望の方必見。100名以上の初心者が月収500万超え、陽介式トレード術を簡単ライン個別指導実施中。この機会は絶対に逃さないようにしてください。それではね早速授業を始めていきましょう。今回は緊急事態が発生したほど稼げる人生逆転ツールを紹介していきます。まあ僕の実績はねちょっと後ほどお見せしたいなと思うんですけど、初心者でも1週間でね550万円を稼ぎ出してるんで、正直ね申し分ないかなと思います。ですが稼ぎすぎるがゆえにね廃炉からも対策されかねない。要するにこの動画もねいつ消されるかわからないってこともあるんで、必ずねこの動画最後まで見て一度ね覚えていただければなと思います。じゃあそんなね人生逆転ツール、その名もデイブレイクとなります。このツールの、ね、導入法だったり、実際ねどのぐらい稼ぎ出すことができるのか、これを実際のトレード映像を交えて解説していきたいなと思います。最終的にあなたの手元にねデイブレイクっていう最強武器が届くまでをしっかりとこの動画で全てお伝えしていきます。ただ一つだけ、この中でねお伝えしていく大事な部分を見逃してしまうとあなたの大きな損失につながるんで、何度もメモをね取りながらご覧ください。じゃあ今回紹介していくデイブレイクっていうねサインツールなんですけども、ハイローでガッポリ稼げるね最強のアイテムなんです。これ先に言っときますけど、今回ねこちらのデイブレイクの情報を出してるのって正直僕だけなんですよ。まあもちろんね僕が開発したっていうこともあるんで、当たり前といえばね当たり前の話ですけど、初めての一般公開っていうこともあるんでね、今回ちゃんと覚えてねちゃんと自身のものにしてってほしいなと思います。今回のデイブレイクの特徴として、まず意味で言うと夜明けとかっていう意味なんですよ。でなんでこの名前にしたかってね、冒頭でもお伝えした検証者の身内からね実際連絡があったのが何時ぐらいだろう、本当夜中4時5時とかだったんですよね。当時名前とかつけてなくて、結構ね印象深い内容でもあったんでね、まあ僕のでちょっとデイブレイクと名前をつけました。ブレイクしていくねツールっていうのもちょっと一つあるんですけど、このね肝心なサインの根拠、これ通貨ペアに合わせて自動更新されていくようなプログラミングがされてるんです。今回全てのね通貨ペア1分取引でやっていくんで、ターボのね1分取引、外貨でいうと全部で7通貨ありますけど、これらね全ての通貨ペアで行うことができるんです。なんでかっていうと、フラクタルチャンネルを表示してねローソク足がブレイクしたところでサインが出るんです。っていうのも相場が変わるよね、もちろん出方も変わります。要するに相場が変わればねそれに合わせて出方も変わってくれるんです。よくあるインジケーターだとね、例えばあらかじめね期間を決めて平均値を取るとかじゃなくて、相場状況を考慮してねサイン表示してくれるんで、投資家心理を読み解いてくれるんです。結局相場を動かしてるのは投資家、もっと言うとね人なんでね、投資家心理を読み解くってことはすごく重要なんですけど、いきなり人の気持ちやね考えを理解しろって言っても難しいじゃないですか。これはもう日常でもそうなんですよ。相手とね会話してて完璧に相手のね思考を把握するっていうのは無理じゃないですか。まあ仲がいいとか身内とかね、回数重ねれば分かってくるように、これね相場も一緒なんですよ。やり込めばもちろん慣れてきますけど、いきなり
はやっぱり難しいけど、それをね代わりにやってくれるのが今回のツールデイブレイクになるんです。まあ、いわばかなりね高機能搭載のハイスペックのツールとなるんです。今回のツールがどれだけ稼げてね簡単なのか、これはね後ほど実践トレードでも証明していきたいなと思います。まずはちょっとねデイブレイクの導入方にね移っていきたいんですけど、まあ忘れる前にね MT4 の設定からしていきましょう。今回は1分取引でね進めていくので MT4 画面の上部の部分ですね、こちら必ず M1 で設定するようにしてください。5分取引の場合は M5 にね変更していただくだけで大丈夫です。僕は結構もう当たり前に、ね、使ってますけど、こちら MT4 チャート画面表示されてるねこちら MT4 と言います。でほとんどの方はねもう導入されてると思うんですけど、まだ持ってないよって方も中にはいると思うんでね、僕の LINE にマネーフローとメッセージをください。 4,5 分ぐらいでね簡単にまあ導入したりとか解説するまでね流れが分かるような簡単なマニュアルをお渡します。でそれだけじゃなくて僕のね LINE 登録しておくことでこの先ね設定方法だったり分析してしっかりと勝ち続けて利益なんかもね上げ続けていける方法なんかもくまなくお伝えしていくんで、必ず入手していただければなと思います。それではねデイブレイク実際ね MT4 上に入れていきましょうか。まずこちら挿入ですね、インジケーターのカスタムの中にありますこちらデイブレイクですね、こちらを選択してください。そうするとこんな感じでね設定画面が表示されます。まず全般のところで DLN の使用を許可する、で外部エキスパートの使用を許可するに関してはもともとねチェック入ってるんで2つともチェック入ってれば OK です。で次にパラメータの入力を押していただき、こんな感じでね画面が表示されます。ここでいろいろね設定値変えることできるんですけども、今回は直近相場に合わせて設定をね入れ替えてるんでそのままで構いません。こんな感じでねセッティングできましたら入れていきましょう。はい、したらこんな感じでねちょっと標準で表示されるとこんな感じで出るんですけども、このねバーあるじゃないですか、この水色のバーがねちょっとローソク足かぶって見づらいかなと思うんで、これちょっとね補足しましょうか。まず右クリックを押していただき、表示中のインジケーターこちらねデイブレイクをダブルクリックしてください。そうするとこんな感じでねインジケーター出てくるんで、色の設定を押していただき、この4番と5番ですね、これが表示サイズになるんでこれをね0でいいです。こんな感じでねセッティングできたら OK ボタンを押してください。押してももしねこんな感じで変わってなければもう一回押していただいて、もう一回ねこれ0にしてください。これダブルクリックすればね戻るんで0にしてください。その上で OK ボタンを押していただくとこんな感じでね切り替わるんで、もしね1回やってダメだった場合は2回やってみてください。2回3回はねなくてもまあ基本できるんで、まあ何度かやっていただくとね必ず切り替わるんで、これ一つ覚えておいてください。そしたらこんな感じでセッティングできれば OK です。はい、そしたらそろそろねちょっと実践やっていきたいんですけども、まずはハイローのね設定からおさらいしましょう。今回は1分取引ターボをね1分取引やっていくんで、まずこちらですねターボに選択になっていることを確認してください。次にやっていただきたいのがこの全ての取引時間ですね、こちらを押していただき必ず1分に合わせるようにしてください。そうすると1分間ね取引ができる通貨ペアがこんな感じでねずらっと出てきます。これ全て1分取引でね対応している通貨となります。外貨だけじゃなくてまあ仮想通貨とかもね一緒に入っちゃってるんですけども、この全ての、ね、資産からでも通貨ペアね先行することはできます。これはお好みで構わないんでね、やりやすい方で通貨選んでください。今回ちょっとユーロドルでね待機してるんで、このままちょっとセッティングしちゃいましょうか。そうするとこんな感じでね押していただくと通貨ペア出てくるんで、ユーロドルねもう一度押してください。はい、したらこんな感じで画面が切り替わったら OK です。この30秒に関してはね紛らわしいんで消しちゃいましょうか。でユーロドルに関してはペア取率は 1.9 倍、まあ 1.90 とねこれ書いてあるんですけど、これも一応書いてあります。なんでまあちょっと10万円でねエントリーしていきたいなと思ってるんで、勝てば一発でね9万円が手に入るっていう形になります。じゃあいよいよね実践トレードやっていきましょうか。どんなタイミングでねエントリーをしていくのか、どんな感じでね利益が増えていくのか、腰を抜かす結果を目の当たりにするでしょう。ただその前にね一旦 CM に入ります。 YouTube コミュニティで組み合わせて使えるツールあげます。はい、じゃあまずねハイエントリーポイントからやっていきましょうか。まあ先ほどデイブレイクを紹介した時にもねちょっと軽くお伝えしたんですけども、この矢印ついてるの見えますかね、これがデイブレイクが出してるサインとなります。このサインがねついてるローソク足が確定しましたら、次足ね1本いってみたいなと思います。はい、そうしましたらしっかりとね条件値の確認ができましたので、まあ、10万円ですねハイエントリー1本だけ仕掛けました。条件としてはもう簡単です。現在足に矢印、上向きの矢印が表示されますので、これが確定しましたら次足でねハイエントリーを行うようにしてください。冒頭でねちょっと検証者の方の実績をお見せしたんですけど、実際ね僕も取引したデータがあるんでそちら公開していきたいなと思います。その結果がこちら、1000万を余裕でね上げることに成功しちゃってるんですよ。陽介さんはプロだからでしょって思われるかもしれないんですけどね、僕はただサインに従ってエントリーをだけ、正直ねほんと誰であっても同じような結果になります。まあ掛け金やねエントリー数とかで多少なりとも差は出てくるんですけども、まあ再現性においてはね申し分ないかなと思います。で後ほどねまあワンポイントアドバイスだったり注意点についてまあしっかりとねお話ししていきたいなと思ってるんで、引き続き集中してねご覧ください。
はい、そうしましたらしっかりとね要線が形成されておりますので問題なくね勝つことができました。まあ、今回10万円エントリーのペア取らずね 1.9 倍、つまり9万円の、ね、利益の獲得となります。はい、そうしましたらハイエントリーのみねお見せしたんですけども、どうでしょう、わずか1分の取引1回でねこれだけ簡単に利益を出すことができちゃうんです。では続いてローエントリーもねやっていきましょう。まあローエントリーもね基本的にやることとしては一緒です。今度は下向きのね矢印のサインがついているので、このローソク足がね確定しましたら次足ね1本いってみたいなと思います。まあそろそろ確定しそうなんでね、ちょっと準備していきましょう。はい、したらねしっかりと条件一致の確認ができたので10万円ですね、ローエントリー1本だけ仕掛けました。今回は EURUSD ですね、まあユーロドルで条件一致してるんで、ペアトレスはね変わらず 1.9 倍となります。ちょっとね全然話変わるんですけど、ここ最近ねコミュニティでいろんなアンケートを取ってます。例えば普段ね取引する時間帯だったりとか、手法選びの際に意識してる条件とかね、まあエントリー数が多い方がいいよとか、取引率が高い方がいいとか、これってまあ人それぞれね思うことってやっぱ違うと思うんです。だからこそ多くのね意見が集まるサインツール作成してきたなと思ってるんで、まだねコミュニティとかで回答されてない方はぜひお答えください。まあ別にねこの動画にコメントくれても構わないです。何かねこう要望とかがあればじゃんじゃんねコメントしていただければなと思います。それと後ほどねちょっと勝率を格段にねアップさせる方法なんかも合わせて紹介していくんで、引き続き集中してご覧ください。はい、そうしましたらしっかりとね陰線が形成されておりますので問題なく勝つことができました。10万円エントリーのねペア取率は 1.9 倍、つまり9万円の利益の獲得となります。はい、そうしましたらどうでしょう、まあローエントリーもあってね、無事ハイエントリーローエントリー1回ずつまあ見てきたんですけども、これえぐくないですか。もうこんだけ簡単ですから、実際自分のね PC、 あなたのね MT4 にこのツールね導入さえできちゃえば、僕のサポートなんてねなくても余裕で再現できちゃうんです。まあなんといってもサインに従うだけですからね、何もね難しいことはありません。もう本当にこれだけね稼げる方法なんで、思わず稼ぎすぎちゃってね、まあ気分が良くなっちゃうのも無理はないです。ただちゃんとね投資に関してはルールを守ってやることが大事なんでね、ここはくれぐれも忘れないようにしてください。じゃあねデイブレイクを利用する上でねワンポイントアドバイスを紹介していきます。まあ今でもねもちろん十分稼げるツールなんですけど、ここからさらにね効率よく稼ぐためのある必勝法をお伝えしていきます。ただその前にね最後の CM に入ります。 YouTube コミュニティで組み合わせて使えるツールあげます。はい、じゃあまず今回ね1週間で550万円稼ぎ出し、完全自由のストレスフリーをね手にした人生逆転ツールデイブレイクはね、ここまで見てわかるようにめちゃくちゃ強いです。もう普通にね50連勝とかね叩き出したりするくらい強いんですけど、やっぱ稀に負けてしまうことはあるんです。負けない方法が知りたいです。うん、結構ねこういったメッセージなんかもやっぱいただくんで、今回は勝率を飛躍的に上げ負けない必勝を紹介していきます。じゃあどうやるかっていうと、ここにとあるインジケーターを加えてほしいんです。そのインジケーターっていうのはズバリ移動平均線になるんです。とりあえずイメージしやすいんでね、まずはちょっと入れてみましょうか。まずこちらの挿入インジケーターのトレンドの中にありますこちらムービングアベレージですね、こちらを選択してください。そうするとこういったね設定画面が表示されます。まずパラメータのところで期間を80、移動平均種別をシンプルで、適用価格はねこのままクローズで設定してください。色はねピンクで構いません。太さに関してもね、まあちょっと今回長期戦で見ていくんで全然ぶっとくて大丈夫です。まあクロスするポイントとかそういった細かい部分をね見るんだったら細い方が分かりやすいですけど、全体の流れを見ていきたいんで太くてね問題ないかなと思います。じゃあこんな感じで設定できましたら OK ボタンを押していきましょう。はい、そしたらこんな感じですね。でどういう風にやっていくかですけど、移動平均線とローソク足の位置関係に注目してください。例えばハイエントリーポイントであれば、条件一致してる際にローソク足がね移動平均線より上にある状態、ローエントリーだったら条件一致してる際にねローソク足が移動平均線より下にある状態、この状態をね確認した上でエントリーを行ってください。今回ねもともと強いっていうこともあるんですけど、全てねこちら勝ってるポイント用意してます。なんでこれを入れることによってエントリーポイント減るじゃんとか、なんか逆に効率悪くないって思う方も中にはいると思うんです。ただこれを入れることで勝率を飛躍的に上げる、確かにエントリーポイントはね多少減ることもありますけど、その分負ける可能性も格段に下がるぞ。だからもう負けたくないとか、二度と負けたくない、資金をね減らしたくないって思ってる方は絶対ね移動平均線を入れてください。その上でやっていただくとね、かなり勝率高めることできるんで、あなたの資金はもう減ることはないでしょう。むしろこの先ね大きな利益をね掴んでいける方法でもあるんで、慣れてきたらでね構わないんでね、こういった部分もぜひ取り入れてみてください。それじゃあ最後ね、今回のデイブレイクの受け取り方法についてお伝えしていきます。ここまでとしっかりとねご覧になってるあなたであれば、今回紹介した僕の生産みたいな利益を上げることは十分にできます。もう少しねあなたもデイブレイク手に入れられますので、受け取り条件はしっかりと確認してください。じゃあ無料でね手に入れるための3つの条件となります。まず1つ目、僕のね YouTube チャンネルに登録すること。この動画にね
いいねを押すことです。そして2つ目、僕の動画にコメントをください。今回ね紹介してきたサインツールに関する意気込み、あとは今後やってほしい企画とか、バイナリーのことで何か悩み事あればじゃんじゃんコメントをください。基本的にね僕はコメントしっかりと見てます。コメントを通して動画作りのね参考にも毎回させてもらってるんで、検証してほしいこととかね何でも構わないです。あなたが見たいともね動画作り目指してるんで、ぜひ協力してください。じゃあ最後3つ目、僕なりにねキーワードをお送りください。言ってほしいキーワードはこちら、デイブレイクになります。今こうやってね表示されてる QR コードからでも LINE に飛べますし、動画の概要欄にもね URL 記載してるんで、どちらからでもね追加することは可能です。お好きなのでね行ってみてください。3つね条件の説明は以上です。その行動をね起こせるあなたであれば、これからこのツールを使ってね十分稼いでいける可能性あります。さらにその他ね有益な情報なんかも LINE で惜しみなく渡していくんで、ぜひ楽しみにしておいてください。それではね本日の動画はここまで、続きはね LINE でお会いしましょう。